木豊です。高校球児です。お願いします。今日は声張らなくていい、大丈夫だね。あ、ですか。今回ですね大丈夫だっつうの、ちょっともううるさいよお前くせにやっちゃったよ。なるほど、はい、大事ですね、はい、今回はですね、はい、コメント欄の方ちょっとフォーカーいいですね。これやるよ、これ行こう、ね、じゃあまあ最初のやつ読んでいきますね。 DRZ さん、はい、やっぱり高木さん兄弟からも話聞きたい、うん、息子から見たプロ野球選手の親とか結構多いんですよ、この。まあ確かにね、息子さん出してくれみたいな、出してほしいみたいな結構多いです、ね、可能ですか、それが。可能か、全然当たり前だよ、お前。まあそうですよね。いやでもちょっと喋れるやん真面目だぞ。あ、そうなの、マジっすか。あ、真面目だよ。おー、じゃあ、ふざけてんだ親父が一番、親父が一番やんちゃなんだけどYouTuber になるって言ったらさ、もう好きにや生きたら諦めないですか。いいじゃないですか。ぜひ実現したいですね、これは。やりましょう。じゃあ続いてのコメントですね。龍馬愛さん、はい、オールスターも近いし、はい、セパで分けてやってほしいです。そしたらもっと選択肢広がると思うし、あとはそこまでメジャーな選手じゃないけど、うん、豊さん一押しのナイン。あ、それ聞きたい。こういうのいいですね、一押しナイン。多分まあ、ちょっと5年後の、ああ、若い選手とか、ね、まあ、お互いじゃないですけど、そういうことじゃないですかね、はい、これでも面白そうですね、確かに。これいいじゃないですか、これやりましょう。こういうのはやりたいですし、はい、これはありがたいです。はい、出ていきたいと思います、はい、はい、DD さんからコメントをいただいてます、ね、この前 の野村さんの奪え盗塁という、牽制の癖を見つける、あの動画から。期待しちゃうよ、はい、いきなり出てきた黒い服の人、誰？我々の代表だよ。代表です。そうだ、代表なんですよ。いや、あの岩みたいなやつでしょ。あいつが全部俺らの壁になるわ。そうなんですよ。ちょいちょい出てますしね、しかもあの人。出てます、結構出てます。そこも結構見どころかなと思いますんで。はい、ですね。はい、ADG2496 さんから。それぞれ意味ある。息子さんたちが、なぜ野球をやらなかったにも興味があります。いや、もう結構。これさ、もうさ、本当に何万回って答えてるよ。まあ絶対来ますもんね。来るよ。息子さん側からの意見を聞けばいいんじゃないですか。なんで野球をやらなかったかっていう。確かにね。そっちの意見はなかなかないんじゃないですか。次男とちょっと飯食って酒を飲んだ時あるんだよね。はい。もうさ、あいつがしみじみ言った。よくサッカーを親父やらせてくれたよねって。それなんでって。いやいや、普通野球をやるって言うんじゃないの。いやいや、お前サッカー好きだったろ。うん、いやだからそれを何不自由なくやらせてくれてありがとう。なんかこうやって飲み物がこっちでも涙が出てきて、そうかみたいな。わー、いい、いい話、いい話っすね。全然無視してくれたら、そういう話もちょっとさせる、ぜひぜひ聞きたいと思います。間違いなくさせる。で、続いていきたいと思います。虹ドナドナさんからいただきます。よく見るよね、この人。虹ドナさん、虹ドナさん、これデーブさんの動画にコメントいただいてます。元プロ野球選手が経営してる店、はしご酒しようぜ。結構重いんですかね。いいね、いいですね、これ。指パチンいきましょう。デーブしか知らないんだよ。いや、地方は地方は知ってる。あ、まあまあまあ、ちょこちょこあるんだ。それちょっと探っとこうかね。確かに、そうですね。豊さんにリサーチをかけていただいて、そうやりましょう。そこカメラ持ってって、いいね。でもその店主なら、その方にもお話いろいろ聞けますしね。野球の話、それ面白いっすよね。